1470年に出版された大比列伝。大比列伝は、ローマ帝国のギリシャ人の著述家プルタルコスが表した、古代ギリシアローマの著名な人物の伝記である。日本語役名は英雄伝、プルターク英雄伝で多く呼ばれる。大比列伝はギリシャ語で書かれているが、古代から様々な言語に翻訳されている。大比列伝は、人となりや、 言動の似た二人の人物を古代ギリシアとローマから一人ずつ選び、対比させてゆく電気22編と、セットだが対比でない単独電気4編からなる。一例で、ペロピダスとマルケルスは共に激しい気象でカット、なりやすい性格の猛将という点が、アギスとティベリウスグラックス、クレオメネストガイウスグラックスは共に、心差しで倒れた悲劇の改革者という、共通点、類似点がある。 著作は、文学、文化的価値のみならず、資料としても評価が高く、古代ギリシアローマ史研究の第一級の資料として扱われている。だが完全な形で残っているというわけではなく、最初に書かれたと言われるエパメーノンダスとスキピオアフリカノスの伝記はすべて散逸している。イングランドの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアは、主に本書に基づき、ローマ史劇たるジュリアス・シーザー、 アントニーとクレオパトラ、コリオレイナスなどを執筆した。プルタルコス英雄伝日本語訳は重訳も含め多く、出版され、入手しやすい役所は、各部分分けである。全訳文庫版は、こうの良い知訳がある。原点新訳版、英雄伝は、京都大学学術出版会、西洋古典総書で刊行。この並び順で、各ギリシア人とローマ人は対応し、 それに従って対比が付されている。なお、名前の後ろにがついている人物は対比がない。なお、人物名の音韻は古代ギリシャ語及び古代ラテン語に沿って河野良一翻訳のプルターク英雄伝のタイトルに準じたものとしている。ありがとうございます。